はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はですね、視聴者さんからいただいたコースを遊んでいきたいと思います。それじゃあまず今日は第一つ目、視聴者さんからいただいたマリオ USA のアクション練習大砲乗り継ぎ。ピヨキングさん動画投稿お疲れ様です。もうねこのねピヨキングさんとかも書いてくれているのがめっちゃ嬉しいよね。動画投稿お疲れ様です。ミンバト頑張ってください。ありがとう、ミンバト頑張ります。どんどんレート下がってますけど、僕は3000回バトルやってレート5384です。またバトルしたいです。でこのまたバトルしたいですっていうのは、僕がバトルしてるとそのニムニムさんとね、ほんとたまたま当たったんですよね。このニムニムさんと今アルファっていう名前にしてるけど、それじゃあマリオ USA のアクション練習大砲乗り継ぎをやっていきましょう。下プラス Y、 下プラス Y でこれ確かマリオ USA は俺知ってるよ。何もしなくてもこれ持ち上げれるんでしょ。 OK 来た。でこれも投げるともうこれほんと好き、もうこういうのほんと好き。あ、ちょっと待って、あ、待ってこういうの好きだけど、これ確かね、この食いも持てるんですよね。ちょっと待って、ワンワン、ちょっと邪魔しないでワンワン。そしてマリオしゃがんだ時、これ可愛くない？これ見てこれ見て、ほらちょっとねこれ光ってるんだね。これめっちゃね高くジャンプできるよっていう合図なんですよね、 USA の場合。見てこれマリオ、その前に見てほら、光らないように俺何回こうやってするけど、これめっちゃ可愛くない？これもうマリオが飛んでいきそうだよねこれ。よし、それじゃあ食いを取って投げる。お、強いけど、え、当たんないの？これ抜いてる時当たんないんだ、ワンワンに。あ、これはすげえな。あ、ちょっと待って、あ、あ、待って、積んだ、待って、これ積んだくない？え、これ積んだくない？こんな積み方してる人、いない、マジでワンワンいないんだけど。まあ、いっか。え、絶対積んだと思った。それじゃあもう一回キノコをくれ。うわ、このニムニムさんのこのステージめっちゃ優しい。それじゃあこれは、あ、これは下プラス B でチャンス。オッケー、届いてない全然届いてない。 いけ。え、なるほど、最後に乗るとかそんなんじゃないんだ。でこれもオッケーで投げる。これいけるかな。一回このまま乗っていこうか。これ大砲の弾に乗れるってめっちゃ斬新だよね、マリオなのに。オッケーオッケー。でこの雲も抜けるのか、すごいすごい。うわ、こんなんあったんだ、勉強になるわこれ。これね、みんなでバトルする時の勉強にもなるし、このステージやっててよかったわ。でこれは、これ下に行けってことかな。あしょぼ。まあまあまあ、そのためにねこのセーブポイントがあるんだろうから、ニムニムさんに感謝ですね。よし、それじゃあ行こう。で今度は上に上がるのか。 OK でまた降りる。ファイヤーベー取ったらダメじゃんこれこれファイヤーベー取ったらダメじゃん。じゃあ、あのファイヤーにも当たらないようにしなくちゃいけないのね。オッケーオッケー。で、ここもジャンプして渡っていく。そして、これもジャンプで、このファイヤーベー当たらないようにしていこう。よし。で、次は、ここか。オッケーオッケー。抜いてしまえ。これ上なんかあったっぽいよね。怪しいな。で、ゴール。オッケーゴール。で、このまんま、どうしよう。どうしよう、なんもないな、これ。これ何のマークだこれ。あ、分かった、これ、これもしかしてピヨキングのマークじゃないこれ。え、そう、それじゃない、このニムさんのステージ確かにマリオ USA のアクションの練習に大変なりました。このステージの技術を生かしてね、みんなでバトルもどんどん頑張っていきたいと思います。それじゃあありがとうございました。はい、それじゃあ2つ目はこのコース、世界一位確実異次元破りの全自動マリオ。これはね、まあ、この方が作ったっていうわけじゃないと思うんですけど、このコースをやってみてくださいってね依頼があったんで、ぜひやっていきたいと思います。曲と一緒に聴くとさらにテンションアップ。ナイト・オブ・ナイツはわかるんだけど、ヴァンパイアって読むのかな、それがちょっとわかんないんですよね。全自動だからおそらく何もしないでいいと思うんですが、
びっくり注意って来てるんですよ。びっくりするのかな。でこれ全自動でしょ、まあ、何もしないでいいっていうことは、うわははえこれすごくない、これ、え何このコース、何が世界一確実か分かんないけど、もうこのコースも世界一だよね。もう、もう凄さが、もうこのなんていうの、もう複雑さ、もう複雑さがすごいもう癖がすごいとかじゃないで、もうこれ複雑さがすごい、これで、これ11秒でマックスクリアした人はどうやってクリアしたんだろう。これね、コイン700枚以上取ってゴールで、今70枚なんだよね。あと150秒あるけど、これをどうやってあと、まあ620枚残り取るんだろう。これすごいな、本当に。これ何日かかったんだろう、これ作るの。いや、こんなコース貼られたら逆にさ、なんかこう僕のコース ID になんかコメントするのもなんか気が引けるなとか思うかもしれないんですけども、そんなまた気にしないでいいですからね。もうね、みんなね作ってる、まあみんな作ってるのは、まあ皆さんのそれぞれの特徴があってとってもね素敵ですから、まあ、どんなコースでもね僕の動画にコース ID を貼っつけてやってください。もうこの人のレベルはねちょっと異常マジで異常。え、どうなってんのこれ、これほんとすごいな。残り90秒でしょ、これ90秒で何もしないでゴールできるのかな。これ最後に多分ラッシュ来る場合、多分ね最後にラッシュ来ますよ絶対。50コインのラッシュがね、ほら上に50コインあるから、多分あれがねいっぱい落ちてくると思うんですよね。でスター取ってるこれすごい、本当にもうね、なんかこういっぱいね、いろんなね感情表現で表したいんですけど、言葉巧みにね、もうね本当にびっくりすると、もう本当に人間も多分ねすごいしか出ないわもう言葉がすごいぐらいしか出ないわ、これもう本当すごい。でこのまんま、え今ねあと200枚まで行ったんですけど、おー壊れた壊れた。で残りあと200枚、頑張れマリオ頑張るんだ。残りね35秒しかないけど、いけるのか。まあいけるようにはできてるでしょう、もうここまでやって、もうここまでやって最後死ぬみたいな、そんなんは絶対ないよね。おヨッシーも一緒、ヨッシーをどうする、ヨッシー乗った、待ってヨッシー、あー行ってた。これ最速11秒じゃん、どうやって11秒で行ったんだろうこれ。もうその人の動画が見たいわ俺11秒で行った動画で、残り10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、ゴール、すげえこれ、世界一位確実、異次元破りの全自動マリオ、確かに世界1位でした。もう拍手を送りたいと思います。マジですごい。僕の予想でこれ作るのに1ヶ月ぐらいかかったんじゃない、いやマジで。それじゃあ今日の動画はここで終わりたいと思います。今回ですねコース提供をしていただいた方ありがとうございました。で他にもねコース提供結構いただいてるんですが、少しずつやっていきたいと思います。それじゃあまたね。